ペーター・ザウバー、ペーター・ポール・ザウバー、ピーター・ポール・ザウバー、1943年10月13日台は、レーシングチーム及びコンストラクターであるザウバーの創設者で、同チームの元オーナーである。スイス中リヒ出身。電気技師としての経験を積んだ後に、スイスのヒンウィルで自動車のセールスマンとして働き始めた。1955年のルマンの事故以後、 スイス国内では、モータースポーツ関係の国際レースの開催が禁、されていたため、ザウバーが、モータースポーツと関わるようになるまでの過程はやや、困難が伴った。1967年、ザウバーは、スイス人ドライバーのアルター・ブランクと出会い、競技仕様のフォルクスワーゲンビートルを購入して、レースに参戦し始めた。フォルクスワーゲンの整備工場で働きながら、 ビートルをバギーに改造し、1969年には、フォーミュラレーシングカクラブのチャンピオンとなった。実家は、信号機の設置工事などを手掛ける仕事をしていたが、その仕事を継がないことを決めると、ザウバーは、実家の地下で、最初のオリジナルマシンとなるザウバー C1 を製作した。この車は、古いブラバムの部品を利用し、排気量 1000cc のコスワースエンジンを搭載した。 車体だった。ザウバーは C1 をドライブして1970年のスイスヒルクライム選手権でクラスチャンピオンを得した。その後、C1 は他のドライバーによって操縦されるようになり、10年間にわたって活躍し、1974年にはフリードリヒヒルゼラーの手により優勝を手にした。1971年、ザウバー自身は新型の C2 を買って、 同選手権に挑んだ。1973年、ザウバー自身はレーサーを引退し、コンストラクター活動に専念することになる。パトロンから融資を得られるようになると、販売用に C3 を3台製作した。ギボワザンによって設計された、この車はスイスのスポーツカー選手権を支配した。1975年、ボワザンとエディワイスによって、 初のモノコックシャシーとなる C4 が一台製作された。1976年に製作された C5 は BMW の 2000cc エンジンを搭載し、歴代の車体の中でも最も優れた成績を収めた。ヘルベルト・ミュラーを制覇。1977年と1978年にはルマン24時間レースに参戦し、1978年にはクラス2を獲得した。 1979年、ザウバーは一時スポーツカー制作から離れて、ローラの F3 シ,シーの制作を手がけ、このシャシーはスイス界3選手権で1位、2位、4位を占めるという、輝かしい成果を収めた。1980年から1981年にかけては、BMW M1 の開発に関与し、ワンメイクのプロカー選手権で、ネルソン・ピケや、 ハンス・ヨアヒムス・スタックラがドライブした。1982年、バスフの支援を受け、C6 でスポーツカー世界選手権に参戦した。この C6 は、ザウバーチームとしては初めて風洞を用いて、設計された車で、後の F1 参戦において、重要な役割を担うこととなるを、レストの強い関係を築いた。1985年より、 メルセデスベンツのエンジン供給を受けるようになり、1988年よりワークスチームのザウバー・メルセデスとして参戦。1989年と1990年にはドライバーズ・チームズチャンピオンのダブルタイトルを連覇した。1990年代になるとザウバーは、第1参戦への準備に入り、1991年の夏には、 海一大車両の設計のためハーベイポスルスウェイトが加入し、ンウィルにファクトリーを建設するにあたり、メルセデスが資金の一部を援助した。1991年11月にメルセデスが自身の名義での F1 参戦を見合わせる決断をしたことでザ、ザウバーチームは1993年にザウバーチームとして海一への参戦を開始した。この際、ドライバーには JJ レートと子飼いのカールベンドリンガーを用し、イルモアによるエンジンを搭載した。この際、エンジンカバーには、コンセプトバイメルセデスベンツの文字がいたことから、メルセデスベンツの F1 復帰として話題になった。しかし、1994年限りで、メルセデスが去り、マクラーレンに移ると、1995年からフォードのワークスチームとなり、同時に、 マレーシアの国営石油会社ペトロナス、オーストリアの栄養ドリンク販売会社レッドブルがスポンサーとなったことで安定した経営基盤を得ることになった。フォードエンジンを失うとフェラーリのカスタマーエンジンを獲得しサテライトチーム的な役割も演じた。ザウーバーチームはニック・ハイドフェルドとキミライ・コネを擁した2001年にランキング4位を記録した以外は常に ランキングの中断を維持し、会員一で特に変わり映えのしない年を送り続けた。とはいえ、自動車メーカーのワークスチームを相手にしながら、資金的に不利なプライベートチームで一定以上の成績を残し続けたことについては、大いに賞賛に値する事実でもある。ジョーダン、ミナルディなど、プライベートチームのオーナー交代が続く中で、ザウバーも将来を見据えて2005年半ばに、 BMW へチームを売却することを決断した。自身はチーム代表の座を退き、しばらくは BMW ザウバーチームの相談役、チームコンサルタントという形でレース会に泊まっていた。2009年限りで BMW が F1 からの撤退を表明。チーム消滅の危機となったが、ザウバーがチームを買い取り、再びオーナー兼チーム代表に就任した。 2010年より再び、ザウバーチームとして参戦したが、女性 CEO のモニシャカルテンボーンに人頭式を任せて、レース現場に姿を見せない機会が増えた。恒例のザウバーは、70歳になってもピットボールに座っていないだろうと引退をほのめかした。2012年、ザウバーはカルテンボーンにチーム株式の1、3を譲り、シーズン終盤には69歳の誕生日を前にして、 チーム代表を彼女に託し、第一線から退くことを表明した。ザウバーグループの取締役会議長は引き続き、務める。この決断をしたのは、日本 GP で小林カムイが3位表彰台を獲得した直後だったと語っている。その後、チームは、資金難やドライバー多重契約などのトラブルで、存続の危機に瀕したため、2016年7月20日、チームの所有権を、 共同株主だったスイスのロング棒をファイナンス SA に譲渡することが決まったのを機にすべての業務から完全に引退することになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。